平野のを明治学院大学会、食事会に参加。長瀬角との軽妙なトークに、反大興奮。長瀬角、セクゾ中島ケントとンジャニーズ JR との明治学院大学会開催報告。平野の陽岸う、太ユ神宮寺ユ太タ、脱退、いじりも、桜井翔兄貴会、に対抗か。 キー・エヌ・ジー・アンドブスの長瀬れん、ニセレン、3、24が7月26日に放送されたラジオ番組、キー・エヌ・ジー・アンドプス流せ角のレディオーゴード文化放送に出演し、注目のエピソードを明かしました。長瀬さんは、生在ゾーンへの中島健人さん、29やジャニーズ JR のメンバーとの食事会の幹事を務めたと告白しました。 中島健人くんとご飯に行きまして、二人じゃないんですけど、七面侍の姿林名さん25と少年忍者の安島秀夫さんと4人で行って、これはもしかしたら知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ある共通点があるメンバーで、とコメント。その後、その回の漢字をやれっていうのを1年半。 日数になるとおよそ900日ぐらい前から早くしてくれと、会長であるケント君から言われておりまして、そしてつい先日ようやくその会が実現したんです、と振り返りました。さらに、時間かけすぎたな、っていう、下手したら1000日に届くんじゃないかっていう、1000日言いすぎたな、ちでえな、1年半だから500日ぐらいか、900日って3年やもんな、 と、自問自答していました。長瀬さんは、この回の中で中島健人さんと久しぶりに再会したことについても語り、そっか、でも健人くんとは前に二人でご飯を行って、その後に俺と健人くんと共通の友達一人でご飯を行って、それが最後やから、健人くんとご飯は4ケラ5年ぶりとかかな。 もう4人集めるだけで500日かかってるから、俺の仕事のできなさがもう、と嘆いていました。長瀬さんはいじり合いがあったことについても明かしました。いじってくれた方が喋りやすいんですよ。ねと自虐的にコメントしなかなか余裕ができる期間が少なかったっていうのもあるんですけど、しゃぶしゃぶの方に行ってきましたよ。ずっと僕のことをいじってきましたね、しょう。 助かるわと思って、いじってくれた方が喋りやすいんですよね、と、楽しい食事会の様子を振り返っていました。長瀬さんが挙げた食事会のメンバーには、明治学院大学出身者が多く含まれており、ファンの間では、明治学院大学会という派閥の存在が注目されています。 この回は中島健人さんをリーダーとするものであり、対抗意識を燃やしているとも報じられています。一方で、長瀬さんは兄貴会という派閥にも関心を寄せており、桜井翔さん、嵐がリーダーとされる兄貴会との共演にも期待が寄せられています。さらに、長瀬さんのファンからは、 彼が高橋海人さんとの密着ツーショットで鍛え上げられた上で二頭筋を披露したことに対しても熱い反応が寄せられています。長瀬さんと中島健人さんをはじめとするジャニーズのメンバーたちの交流はファンにとっても興味深いものとなっています。これからも彼らの楽しいエピソードや食事会の様子に注目が集まりそうです。